鈴鹿で行われたスーパー GT 第3戦 GT500 クラスの決勝は激しい接触により破損、リタイアするドライバーも。勝負を制したのはモチュールオーテック GTR。 乗車した松田継男は最多勝記録を更新する21勝目です。また海外では佐藤拓磨が世界三大レースの一つインディー500を2度目の制覇、再びその名を歴史に刻みました。